予感を感じさせてくれる相馬の、さあワンタッチ、うわ、そう素晴らしい、あやばい中田、やばい、いや大丈夫でしょう、大丈夫でしょう、すぐ立ち上がる、すぐ転ぶ、誰かとは違う、さあここもうちょっとマイナスに入っていたらというところでした。面白い、もしかして左のアウトサイドですか、ナナミ、そうですね、左のアウトサイドで、左のアウトサイド、ちょっと見てみましょう、結構難易度 DX、はい、ですね、非常に難しいねえ。これなんとなくアトランタを彷彿とさせる、アウダイル、アウダイルとブラジル戦なんかね、キーパーにぶち当たって、ね、出てたんですけど、この右サイドに当たってるんですが、さあちょっとなんとなく日本の怖いですよ、残り時間、いいチェイシング、いいチェイシング、中田のいいパスから、パスが内側走り込んで、ドンピシャ、これはジャストミートせず、いい、ね、前走り込んだんですけどね、ナナミもでもよく見てますね、これでこのアウトサイド泣かせるな、しかしこれでこのそれほど右で蹴らないのかという気もするんですけどもね、ここまで徹底して左なのか、まあよほどやっぱりいいものを持ってるんですよね、左足。